ヘクターマイン地震は、1999年10月16日2時46分44秒に、アメリカ合衆国カリフォルニア州バーストの東南東47マイルで、発生した、マグニチュード7.1の地震。この地震は、29パームズ海兵隊基地内にあたる、モハーベ砂漠の人里離れた場所で発生した。名前は、新欧からキロメートル北西にある。 ヘクターマインという名前の石切り場から付けられた。地震は非常に強く、ネバダ州ラスベガスでは20の30秒間に揺れが感じられた。ラスベガスでは多くの人が目を覚ました。かなり北のネバダ州カーソンシティでも一人の女性が家のチャイムが鳴るのを聞いて目覚めたと報告された。また地震は震源から南西のロサンゼルスでも感じられた。が モハーベ砂漠の中の人里は慣れた場所であったため、周辺地域での被害の報告は、ほぼなかった。新大近くを走っていた列車が脱線したが、軽傷者のみであり、列車も修理可能であった。この地震は、この地域では1992年6月28日のランダーズ地震以来の大地震であり、10月15日から続いた前震の後に発生した。 イベントヘクター、マインマップ、ハットウィリアム・ジー・バイアーズ、PE、レールロードダメージフロム・ザ・オクトーバー16、1999ヘクターマインアスクエーク。2009年10月21日閲覧。ありがとうございます。